アデレードは、オーストラリア連邦南オーストラリア州の州都である。オーストラリアの南部に位置し、南極海に通じている、セントビンセント湾に面した都市である。名前は19世紀のイギリス国王ウィリアム4世の王妃アデレードにちなんでいる。人口は1198,468人で、オーストラリア各州の州都の中では5番目の規模である。 文化と芸術の都として知られている。主要記事、ヒストリー・オブ・アデレード・ガウナ人の共同体の、おおよその領土を示した地図。イギリスが1836年に自由、入植地として、アデレードを建設する前は、現在のアデレードと呼ばれている地域に、南オーストラリア州に、たくさんあるアボリジニの共同体の一つである、ガウナ人が居住していた。 アデレード中心街とそれを囲むように存在するアデレードパークランズ一帯はダンダニャ、あるいはガウナゴでダンダニャンガとして知られていた。ダンダニャンガ一帯は草木と低木の多い平地で数世代にわたって管理されていた。ガーナ人の共同体は、東はマウントルフティ山脈の麓の丘まで、南北はダンダニャを包囲する広大な地域を有していた。 アデレード市内を流れるトレンズ川はガウナ語でカーラウィーラパリとして知られていた。アデレード地域にはかつて約300人のガウナ人が居住しており、彼らはアデレード地域以外に居住していたガウナ人にコアンディラと呼ばれていた。ガウナ語は複雑な言語でガウナ人の洗練された文化と深い環境に対する知識の豊富さを移していた。しかし、 ヨーロッパ人が南オーストラリアに入植してからに30年も経たないうちにガウナ人の文化や言葉はほとんど破壊された。ヨーロッパ人が入植してから間もなく南オーストラリアに渡ったキリスト教の宣教師と研究者による広範囲にわたる公式文書によりガーナ人の文化や言語が復興した。現在ではガウナ人と南オーストラリア州との取り決めにより たくさんの地名画がうなごに改名された。ノーステラス、1839年のオーストラリアは1836年12月28日に、正式にイギリスの植民地となった。オーストラリア植民地の中では、初めての自由植民地であった。南オーストラリア初代測量局長官、ウィリアム・ライト大佐が、州都の調査計画並びに設計を担当した。ライト案は、 指揮者の批判等を浴びつつも、トレンス川近郊のアデレードヒルと呼ばれる高台を敵地として選定した。トレンス川を初期植民者にとっては重要な水源となるというライトのビジョンは、アデレードは都市が成長繁栄に対し、初期プランを大幅修正せずとも済むように計画してあった。古い都市では後に道路拡張。 公園整備などが必要となることが往々にしてあるが、アデレードでは当初から幸福院道路や公園を整備していたので、ある。アデレードは自由移民のための計画された植民地移民たちは宗教の迫害を恐れずに済み、市民としての自由が保障されていた。この点では受刑者の土地としての歴史を持つシドニーやホバートなどの他のオーストラリアの都市とは異なっている。 偶然にもアデレードという名前はドイツ語で、貴婦人を意味する言葉に由来している。アデレードは、地中海性気候であり、基本的に冬は穏やかで湿潤であり、夏は暑くて乾燥している。記録。このほか、2019年1月24日には、観測史上最高気温となる46.6度を記録したことが報道されている。アデレードは、メルボルンやパースと同じく、 北半球のアメリカ本土、カナダヨーロッパ諸国からは、すべて1万 2000km 以上離れた、世界から隔離された都市である。人口100万人を有する、世界で見てもアングロサクソン系の代表的な大都市の一つなのだが、アデレード空港から、ノンストップ便の国際線が就航しているのは、近隣のオークランド、シンガポール、クアラルンプール、デンパサール、広州及び、 香港のわずか6都市だけである。過去に東京線も運行されていたが、現在は運休中。アデレードのダウンタウンアデレードには、製造業と研究のための広大な地域がある。そこには、ホールデンと三菱自動車工業、ブリジストンの工場がある。また軍事研究機関のダストがソールズベリーにある。他の産業としては、鉄鉱石の生成、防衛、 電子部品生産などがある。1992年には南オーストラリア州立銀行が金融崩壊し、その結果州の負債が4億オーストラリアドルにもなった。これが減ったのはつい最近のことである。つまり、その後の州政府が緊縮型予算、財政の切り詰めの法律を制定してきたことを意味し、また市や州のさらなる経済開発はかなり後退せざるを得なかった。 アデレード駅アデレードメトロの鉄道路線図アデレード空港主要記事トランスポートインアデレードアデレードメトロが近郊鉄道バストラムを運行しているアデレード駅を拠点として6路線が伸びているなお配線された路線にの2路線がある長距離列車はシティ西部に位置するアデレードパークランズターミナルに発着しているシドニーからパースに至るインディアンパシフィックの途中 停車駅であり、メルボルンへのジオーバーランド、アリススプリングスダーウィンへのザガンのターミナルともなっている。アデレードメトロが運営するバス路線は225路線で総路線距離は1300キロを上回る。ガイドウェイバスのアデレードオーバーアンもある。1855年にフルリオ半島のクールワポートエリオット間を走行した馬車鉄道がアデレード、並びに 南オーストラリア周発の馬車鉄道である。その後時代とともに、アデレードの馬車鉄道は電化され、路面電車が街を駆け巡るようになる。1958年11月22日に、路面電車が廃止されるが、アデレードメトロの運営するグレネルグトラムは、唯一の路面電車として、現在も運行され続けている。グレネルグトラムは、植物園行き、フェスティバルプラザ行き、 アデレード王立病院行きの3方向にわたる路線が運用されている。アデレードには公共の定期便が利用するアデレード空港、個人や企業等のプロペラ機が利用するパラフィールド空港、オーストラリア空軍エジンバラ基地の3つの空港がある。現在は日本の空港からアデレード空港に直行する飛行機がないため、 日本からアデレードを訪れる際は、シドニー国際空港などで必ずトランジットを行う、必要がある。姫路の庭スカイショウ南オーストラリア美術館、アデレードはしばしば教会の街と呼ばれるが、これは、現在よりも過去の状態を反映した言い方である。噂によると、アデレードに建てられたすべての教会ごとに、あまり信心深くない人のためのパブも建てられたそうで、ある。 初期の頃からアデレードは多くの国の移民を引きつけ、特にドイツ系の移民が宗教的な迫害から逃れてきている。彼らはブドウの木を持ち込み、後にバロッサバレーの優れたワイナリーを生み出す基礎となった。第二次世界大戦後、イタリア人、ギリシア人、オランダ人、ポーランド人、その他多くのヨーロッパ人が新しいスタートを切るためにやってきた。ベトナム戦争後は、 アジアからの移民が相次ぎ民族構成がより多様化した。これらの文化は混ざり合い、より豊かで多様な料理や活気に満ちたレストランの文化を作り出した。アデレードの周辺地域の多くはかつてワイン用のブドウの生産地であったため、ワインの生産地域はアデレードの郊外に存在している。アデレードの文化生活は州知事ドン・ダンスタンのリーダーシップのもと、 1970年代に花開いた。彼は文化的活動においてよりピューリタン的な制限を取り除いたが、やがてそれはオーストラリア全体へ広まっていった。現在、アデレードはバロッサ音楽祭、アデレード芸術祭、アデレード映画祭、アデレードフリンジフェスティバルなどのイベントの開催地である。オーストラリア最大のワールドミュージックのイベントのウマデレードが年一回、 植物公園の素晴らしい環境の中で開催される。これは、ドンダンス・タンの時代からアデレードが芸術へ力を入れてきたことをよく表している。詳細は、オーストラリアの図書館の一覧を参照市で運営している図書館として、アデレードには、アデレード市立図書館とハット通り図書館、北アデレード図書館などが存在し、とりわけ、アデレード市立図書館は、アデレード最大の図書館であり、 現代的な作りとなっている。詳細は、南オーストラリア州の博物館の一覧を、参照南オーストラリア博物館や、南オーストラリア州国立美術館をはじめ、エアーズハウス、移民博物館、ACE オープン、アデレード高校博物館、南オーストラリア州立航空博物館、ダンダニャ国立先住民文化研究所など様々な施設がアデレードには存在する。 なお南オーストラリア博物館は、アボリジニの文化遺物を取り扱う博物館として、世界最大である。アデレード大学、フリンダース大学詳細は、南オーストラリア州の学校の一覧を、参照アデレードには15校の大学が存在しており、どれも研究、教育機関として評価されている。アデレードでは、1985年から1995年まで、 アデレード市街とビクトリア公園を使用するアデレード市街地コースで、開一のオーストラリア GP が開催されていた。このレースはアデレードの誇りでもあったが、1996年からは最大のライバルとも言えるメルボルンにその開催地を譲っている。その穴を埋めるような形で V8 スーパーカーレースが開催されており、成功を収めている。アデレードはサッカークラブ、 アデレードユナイテッド FC と2つの OG フットボールのチームアデレードクローズとポートアデレードパワーの本拠地である。野球のオーストラリアンベースボールリーグではアデレードバイトが本拠地としている。また自転車競技ロードレースのツアーダウンアンダーも年に1回開催されている。コートオブアームズ一般にアデレードと呼ばれるのはアデレード都市圏であり、これは 以下の19の地方自治体の管轄する地域にあたる。なお、アデレード都市圏全体を管轄する地方自治体はない。これらの地方自治体名は住所には表記されず、居住する地方自治体以外の自治体が管理する図書館や運動場等の公共施設を利用することも可能なため、実際の生活において意識されることは少ない。公式観光その他、ありがとうございます。